前回の椿聖騎は、なんかいろいろあってビルの屋上から突き落とされたワイグレン熱き魔聖師なのであった。あとはまあ前回の動画を見てくれ。くそ、話せ話せ、モー帝国やめろバカ、人の足元でサンマ焼くな。さあ早くいらっしゃい椿貴之、早くしないと今度こそ弟子がかわいそうなことになるわよ。うちの敦貴が世話になったみたいな。出会い頭なの、私これでもアイドルなんだけど。椿師匠、俺に構わずそいつを倒してください。ビクトリーエンコーダー。あー、ちょっとレアルブレード。おい、レアルブレード意味返さないスタイル。あんた分かってるの、私に手を出せば弟子がさなか済まないわよ。さっきは甘く見える、あいつはこれぐらいの自分で乗り越えることができるさ。あれ、刺されてる。すぐに後を追わせてあげるわ。はぁ、甘いな。なに、ツバキバキと振り向く、リフトラック。嘘だ、ちょっと。なぁ、誤算だったわ。あんたに人質は無意味だったのね。あぁ、俺は細かいことは気にしない主義だから。俺は細かいことだったのか。あれ、アツキ、お前刺されて死んだんじゃ。これのおかげで命拾いしましたよ。それは俺は君のファンだったからね。クリアスタンドは肌身離さず、いつも胸にしまっていたのさ。バカな男。やめろお前たち、これ以上マナコちゃんに手を出すな。なんだお前たちは。我々は曇りなきマナコ、ファンの集い。これ以上やるなら死の生が相手だ。あんたたち、あのな、こいつはお前が払ったグッズ代、イベント代、投げ銭、全部世界征服の資金にしてるんだぞ。それがどうした。我々は彼女が我々に与えてくれた感動に対する対価を払ったに過ぎんぞ。とその金をどう使おうか、それは彼女の勝手というもの。バカじゃないの、私はあんたたちを利用してただけなのよ。確かに君は我々に偽りの姿を見せていたに過ぎないかもしれん。だがしかし、生配信やイベントで見せてくれたあのキラキラした素敵な輝きは嘘偽りない真実だったはず。これ式のことで我々が君のことを見限るなどと思わぬことだ。うむ、推しが苦しんでいる時に最後まで味方せずして何の限界もたくよ。確かにみんなの言う通りだ。ん、アツキ、まなこちゃん、今回のことは水に流して、これからは真っ当な VTuber として頑張るんだよ。アツキ、ありがとう。まったく、とんだジャジャ馬だぜ。あ、椿師匠、救急車呼んでください。大至急。頭も見てもらえ。大丈夫、君は一人じゃない。